はい、今回もルームツアースタートしていきましょう。お部屋探しのハートサポートはですね、初期費用がとてもお得なおすすめ物件をもう最速で YouTube で お伝えしたいという気持ちでやってます。編集に時間をかけてですね、例えば後ほど内訳流れます。じっくり一度止めてですね、見ていただきたいんですけど、結論から申し上げると、こちらの物件初期費用2万円なんです。指が映ったっていい、電気つけ忘れててもいい、影が入り込んでてもお部屋の雰囲気が分かれば良い、そこはご愛嬌でですね、皆様お楽しみください。相変わらずですね、雑な編集で申し訳ないです。時間をかけてアスアップではなくて、とにかくもう伝えたい、とにかくこの初期費用と比べ物件を伝えたい、そんな気持ちでやってます。はい、さあルームツアー中入っていきました。居室部分に入っていきましょうか。まずはじっくりと、はい、見ております。今回の物件はですね、レアライズ蒲田3で、ございます。はい、設備まずはご紹介していきます。テレビモニター付きオートロック、2口ガスシステムキッチン、独立洗面化粧台、シャンプードレッサーですね、浴室換気暖房乾燥機、ウォシュレット、ウォシュレットとエアコン1機、防犯カメラ、防犯センサー、防犯シャッター、これ1回のみです。宅配ボックス、メールボックス、インターネット無料、敷地内ゴミ置き場、空きの確認は、お問い合わせいただきたいんですが、駐車場1台、バイク置き場6台、ラック式駐輪場22台と、いう方ですね。はい、収納部分も見ています。はい、こちらが、2021年3月築の鉄筋コンクリート造、地上6階建てですね。ペット飼育の相談可能です。猫、小型犬、いずれか1匹で、飼育時は敷金プラス1ヶ月とのことです。はい、キッチン部分を見ています。こちらのですね、物件に住んだらどういった、周辺環境のところに行くのかなって見てたんですけれども、マルエチ西工事屋店が10時から夜の10時まで営業しています。また、セブンイレブン大田区西工事屋1丁目店さんがすぐ近くにありましてですね、基本夜とかの会話すればそちらを利用するのかなと思います。でですね、いつも通り美味しいラーメン屋さんがないかなと思って調べてたんですけれども、京急蒲田駅近くにある、ラーメン豚まろさんが美味しさでした。口コミを見てみるとですね、味噌ラーメン屋さんなんですけど、もうチャーシューがですね、もう角煮に見えるぐらい大きいチャーシューなんですね、分厚くて、それが魅力的でした。いや、もうここに住んだら行きたいなというふうに思います。はい、いいですね。玄関から下がって、見ております。はい、動画後半に続きます。皆さんこんにちは、いわきです。ご覧いただいているお部屋は大田区の工事屋駅まで徒歩8分の新築デザイナーズマンションです。それでは引き続き動画をご覧いただきましょう。はい、レアライズ蒲田3のエントランスですね。はい、いいですね。もう外観もとってもおしゃれです。外観もおしゃれなんですけれども、内装もおしゃれと。はい、こちらが敷地内ですね。あ、駐輪場を見ていきます。あとバイク置き場ですね。はい、それではですね、初期費用2万円のホワイトボードを使って内訳をご説明いたします。リアライズ蒲田3の初期費用の説明をいたします。お得情報はこちらです。つまりですね、一匹契約開始日の見積書になりますが、3ヶ月フリーレント無料、一部値引き無料無料ということで、合計値引き額48万円、初期費用は2万円でご紹介いたします。はい、それでは水回りのルームツアーを見ていきましょう。はい、立地も少し説明するとですね、京急蒲田駅、麹屋駅、梅屋敷駅をこう三角形で、結んだ時に、麹屋駅と梅屋敷駅のちょうど中間くらいの立地でございます。はい、綺麗ですね。
まあ、新築なのでとてもピカピカです。9月4日本日なんですけれども、ご紹介できるお部屋がですね 10部屋ございます。先ほどホワイトボードを使ってご説明いたしましたが、フリーレント3ヶ月フリーレントというのが賃料無料期間のことを指しまして、10月1日から契約開始日であれば10月、11月、12月の3ヶ月賃料無料、つまり初期費用2万円をお支払いいただいてご入居いただきました、初めて家賃を支払うのは、2022年1月分のお家賃をですね、この年末の12月下旬にお支払いと、はい、契約時にもお財布に優しいし、入居してからも、お財布に優しいと、そんな素敵な物件でございます。はい、もうこちら見つけた時はですね、本当にびっくりしました。年内賃料無料ってことっていうことでですね、すぐルームツアー取ってきてるわけですね。はい、ということで今回のルームツアー動画は以上となります。次回のルームツアー動画もお楽しみにお待ちくださいませ。